竹内教授の中森です。この動画をご覧の皆様、グッドボタンおよびチャンネル登録よろしくお願いします。今回もですね、肥人先生に、ご自身の著書を紹介していただくんですが、竹田塾チャンネル。今回ですね、まあちょうどこの時期、秋頃に紹介するにふさわしい参考書ということで、肥人先生から新しい参考書を紹介させていただきます。ではタイトルお願いします。大学入試肥人学の作文のための英文法が面白いほど分かる本ということです。英作文の本ですね。もうこちらなんかタイトル的に読解のための英文法と、そうなんですよ、ちょうど読解のための英文法と対になる企画ということで、その作文のための英文法ということになりました。なるほど。じゃあこちら特徴などいろいろ聞いていきたいと思うんですが、まず英作文というと和文英訳と自由英作文があると思うんですが、こちらはどっち向けの本になるんですか？和文英訳ですね。なるほど。ちょっと自由英作文は扱ってないので、和文英訳を入試で使う人のための参考書になります。やはり従来の英作文の本というのは、まあこの英作文の問題にはこういう英語を書こうよっていうところで止まってるものが多かったと思うんですが、はい、そのルール化することによって次の英文にもしっかり対応できる力を身につけさせたいっていうところでね、英作文にも覚えておいた方がいいルールがあるんだよっていうことでまとめていきました。例えばどんなルールがあるんですか？例えばですね、これ中身実際にあるんですが、はい、英文法といいましても全英文法が英作文その表現する文法に必要なものではなくて、はい、例えば時制の中でも確実に覚えておいたらいいだろうっていうルールが完了形とかですよね、はい、あるいは助動詞仮定法もそうですし、それから準動詞もものすごい英作文には効くんで、絶対準動詞も書くための文法を覚えておいた方がいいんですよ、はい、あるいは構文もそうですよね。関係詞が分かるとものすごい幅が広がってきますし、接続詞が分かっても幅が広がってくるよっていうようなところでね、体系化していったっていうことがあります。例えば一例挙げますと、はい、日本語で S が V する名詞っていうような表現を見かけたら、英語に置き換えるときには名詞 SV、 これに置き換えるんですよ。これなんか実は関係詞の省略に近い発想になるんですが、はい、そういうルールを知っておくことで英作文が書けるようになるよっていうことでまとめていきました。はい、あとはその英作文書けない人にありがちな部分としてはですね、やはりその英語と日本語は当然違う言語なので、変換するのに違和感がある部分があると思うんですけど、それらあたりについてはどういった解決策を出しているんですか？それやっぱり乗り越えるために、そもそもの日本語でをですね、英作文にしやすいように変換するテクニックっていうのがあるので、これを和文変換といって、はい、必要な英文にはつけております、はい、だからこの一冊しっかりやりきってくれたら、日本語をまず操作する技術が非常に高くなります、はい、じゃその書きやすい表現に変換する力っていうですね、そうですね、はい、一つ気をつけたかったのが、はい、やっぱり必ず英作文ができるようになるっていう、やっぱ実力をつける本を書きたかったんですよね、はい、でそのためには英作文っていうのがやっぱり苦手な理由ってなんだろうってところからスタートしまして、はい、これそもそも日本人っていうのは英文読解ばっかりを勉強してきてるから、はい、英文読解っていうのはどうしても英語を見て日本語に訳す、英単語を見て日本語に訳すっていう技術を学んできてるんですが、はい、英作文っていうのは実は逆なんですよね。日本語を見て英語に直す、日本語を見て英文を作り出すっていうところなんで、はい、その発想の逆転をしなければいけないので全然思考回路が変わってくるんですよ。よってこの解説書で絶対これも英作文得意になるようにっていうメッセージを込めて、まず最初にアウトプットシートっていうのをつけました。アウトプットシートって何かというと、例えばそのこれね、ご覧になっていただいている方で Look forward to doing の進行形で使われること多いんですが、 Be looking forward to doing っていうこの表現結構知ってる方もいると思うんですよ。でところが何々するのを楽しみにしているっていう日本語から今の英語を引っ張り出すって結構逆転の発想なんで、結構難しくなる人たちも多いと思うんですよね、はい、なるほど、はい、よってそこら辺のすごい基礎的なところからね、日本語のパーツパーツ単語レベルですよね、これを英語に置き換えるっていう練習をできるようにアウトプットシートっていうのを設けました。知ってる表現でも英語から日本語にはできても日本語から英語にはできないってことですね。それが案外難しいんですよ、はい、でそのアウトプットシートっていうのがあって、その後なんか英作文がその下についてますよね。そうですね、これも、はい、やっぱり繰り返すことって勉強ではとても重要なので、はい、日本語を英語に置き換えるってことで1回ぐらいやっぱり書いてみるべきだと思うんですよ、はい、ただこれ10回書けっていうとどうしてもきついと思うので、はい、日本語を見て英語を発声するっていう口頭英作文っていうのをつけました。でこれ音声もしっかりありますんで、はい、音声を聞きながら正直歩きながらとかね、自習室で音声を聞きながら英語を誰にも聞こえないような形で喋るっていうことで、やっぱり繰り返すっていうことを可能にしました、
これはもう長音と同じく10回音読なんですね。そうですね、やっぱりあの繰り返すことが重要になるんで、ぜひ繰り返してほしいと。なるほど。こちらはまあ英作文ってことなんで、タイミング的なものっていうのは何かありますか？まあ、やはり長文が終わった後とかですよね、はい。まあ、時期的には まさに9月10月11月あたりからね、あの英作文しっかりやっていただきたいなっていう思いでいます。まあ、やっぱりすごいハードルが高いので、そもそもの英作文がもう手も足も出ないとか全然できないとか、何したらいいかわからないっていう人たちが多いですよね。よってあのそういう人たちのためにまあ段階をしっかり設けて、でその段階もあのやっぱり指導者目線で上から始めるのではなくて、やっぱり全然できないっていうことを前提に始められるような設定にしてあります。じゃあもうこれは文法のルールさえ分かってて、ある程度長文が良いになっていれば問題なく入れると。そうですね、もういつでもやっていただいて大丈夫です。はい、ということで、まあ、和文英訳のやり方にフォーカスした、できない人向けの参考書と。そうですね、ということですね。ました、ぜひですね、英作文に悩んでいる人はですね、まあ、本屋で見てみて、もうよければ買っていただければというふうに思います。ぜひですね、紹介ありがとうございます。今回は以上です。はい、今回紹介させていただいた、ひじん先生の作文のための英文法が面白いと分かる本、こちらもですね3名様にサイン本をプレゼントさせていただきたいと思います。応募方法はですね、またこちらのコメント欄の方にですね、まあ、この本、プレゼント欲しいですみたいな、コメントを書いていただければと思います。ぜひね、ひじん先生の、メッセージも書いていただけると嬉しいです。じゃあ最後、ひじん先生に一言お願いします。こちらもですね、全てに熱いメッセージを書きましたので、ぜひたくさんの、ね、ご応募をお待ちしております。はい、よろしくお願いします。武田塾公式アプリ「ズーム武田」の Android 版がリリースされました。アプリで勉強方法が分かります。詳細は概要欄から。